よろしくお願いいたします。はいえー 前園さんは日本ものスイーツマスターということですか。はい、いやいやもうそんなとんでもないんですけど、ね。<laughs> 先に言っといてくださいちょっと色,っ色が被っちゃってますね。ほうじ茶カラーですいませんごめんなさい。<laughs> なるほど。打ち <laughs> 合わせしてないんですけどね。ね申し訳ないなと。たまたま,、ね、いまありがとうございます。あのまあ元々ねスイーツが僕は甘いものが好きでまあ普通にこう日常の中で食べたりしてたんですけれどもまあ中田さんがねこの日本 このストア、まあ、このやってる中で、うん、まあスイーツもっていうのをちょっとお二人でいろいろ話しながら、はい、あのマスターってまあ僕はそんな感じでもないんですけれども、うん、まあ好きなものをなんかこうおいしいものを皆さんに提供できればなということで、うん、ただ、非常にねストイックで厳しい方ですから僕が好きっていうものだけじゃなくて中田英寿さんにちゃんと認められるというかね。付けやめてくれる <laughs> 気持ち悪いから <laughs> <laughs> やっぱりヒデがちゃんとね、あのー、<laughs> 僕の見てないところで試食も多分してると思うんですけど、はい、やっぱりこう本当に美味しいものっていうところで、うん、まあ僕もこう全国いろんなこうお仕事とかいろんなところに行った時にそういうスイーツも含めて、あのー、探しながら、えー、やららててもらってますお酒を飲む前から飲まなくなる前から結構、うん、スイーツって食べてました いや現役の時はほぼそんなに食べてなくて、うん、まあお酒を、まあ、ちょっと飲まなくなってからというかね <laughs> そっちからの方がよりよくなんで笑ってるんですか皆さん <laughs> そっから結構甘い,も甘いもの好きだったんですけどより食べるようになったんですよ、ね、いやでも会うたびにその話をすごいされるんで,んで僕もあの甘いもの非常に好きで,、うんはい、でそれで結構情報交換しながら <laughs> ゾノに紹介されたところをこう一人で食べ行ったりして。 あ、そんなに全国いろんなところ知ってるんだったら、ぜひとも入ってほしいな、うん、というところでの。声をかけて、い、ただけました。ありがとうございます。でも、今のところ、ご期待通りのご活躍を。えっと、いや、ちょっと。まだ、ちょっと足りない部分ありますね。<laughs> いそこはいいね一応あのね、もうちょっと、こう。こ提案たくさんしてくれるといいんですけど。<laughs> 意外にこう普段の生活だと言ってくれるんですけど、うん、いやこれ扱った方がいいんじゃないっていう言い方はしてくれないですね。<ら>だから、もっと僕は積極的に多分こういうものどう,うっていうふうにこう行かないといけないんですけど、いや何しろやっぱりねこだわりがある方なんで、<laughs> やっぱ厳選してからこうチョイスしてね出さないとやっぱりね、はい、プレッシャーありますから。なるほど。えー